はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。お前だけ特殊召喚すんな、バニティルーラーです。さあ本日なんですが、僕のチャンネル見ていただいている方であればね、日頃、まあ、このモンスターもよくご存知なんじゃないかなと思うんですが、このバニティルーラーとかいう激希少モンスター、今回はこのモンスターを、全力で活躍させていきます。これどういう効果を持っているかっていうと、もう繰り返しになりますが、クソ性能をしてまして、特殊召喚できないモンスターで、この方はモンスターゾーンに存在する限り相手はモンスターを特殊召喚できないとかいうマジ奇妙効果をしています。これを全力で今回は立っていきます。どうやって立てていくかっていうと、あのね、ホルスギミックとですね、非常にね、アドバンス召喚という軸がめっちゃ相性が良くて、これなんでかっていう話をしますと、まずですね、フィールド魔法を持ってくるギミックが、この砲撃の、あの駆け足っていうカードがありまして、これをホルスで捨てることによって、フィールド魔法を持ってくるという動きがあるんですけど、これフィールド魔法、もちろんその、王母の石壁を持ってくることもできるし、この始皇帝の女房っていうカードを持ってくることもできるんですよ。だから、始皇帝の女房を持ってくると、アドバンス召喚系のモンスターって、ライフ払うことによって、なんかリリースなしでできるよっていう、出せるよっていう効果があるんで、これとこれがめっちゃ相性いいんですよね。まあ、これ以外にも、なんかアドバンス召喚できる、ライト&ダークネスドラゴンとか、ああいう系の、なんかアドバンス召喚しかできないけど強いモンスターとかとはすごい相性がいいんですけど、今回はこのギミックを使って、あ、ちなみに、これがなくても、あの、ホルスギミック自体が、召喚権使わずに下敷きになれるんで、これでは要は、ホルス2体出してアドバンス召喚もできます。はい。まあ、これを引けばいいっていうことですね。で、ホルスのギミックが、ちょっと手札誘発とやっぱあんまり相性が良くないんですよ。これなんでかっていうと、手札を基本的には捨てるので、引いた手札誘発があんまり強く使えないんですよね。まあもちろん5手だと、投げられますけど、やっぱね、ちょっと1枚で相手の盤面をちゃんと返せるカードにして、手札誘発なんか別にない方が、ホルスデッキは強いなという結論になりましたので、ラバーゴーレムと、今回、拮抗勝負、まあ、これを採用しております。マックリフターとしてね、あと参戦の際とか。まあ、要は、手札誘発を入れて、まくるよりも、強いカードを、高校でね、ここで引いて1枚で相手の場面まくれるカードをたくさん入れて、まあ、そのカードに託そうよと後手まくりは。で先行は別に手札誘発とか関係ないから、まあ普通にいつも通り回そうよって感じですね。まあいらないとか、まあ、使えないカードが先行であれば捨てちゃえばいいんで、王母の石壁とか棺とかで、はい。で唯一採用してる手札誘発はこれですね、サイクレームギアガンマ。これは入れ得なんですよ。マジでホルスってギミック回すときにモンスターがいないんで、フィールド上に。だから相手のうららとか G とか打つタイミングめっちゃあるんですよ、フィールド上にいない状態でモンスターが。そこでのガンマってめっちゃ強いんですよね。なんで、まあ、ガンマは一番強いので、これだけ入れて、まあ、あとは墓穴とガンマでなんとかして、ギミックぶん回していきたいなというふうに思ってます。はい、早速ですね、このアルティメット最強モンスターのパワーをお見舞いしましょう。デュエルスタンバイ。ちょっとホルスとかいうギミック優秀すぎて、今後の動画公開の予定のデッキの半分ぐらいホルス入ってるんですけど、これ大丈夫かな。なんか、うわー、弱えな。ハンド弱。なんか、ホルス実況チャンネルにね、なる可能性が非常に高いっていうことを言っていますね。さあ、とりあえず、ホルスギミックをぶん回していくしかないんだが、ちょっと待って、これ、ハンドバカ弱えな。ハンドバカ弱えということだけ言っておこう。ちなみにね、イムセティから入れなかった場合、大体弱いからね。ホルスって。まあ、とりあえずこれでレベル8、一応4体出るけど、手札めちゃくちゃなくなってるからね。あれ以内での手札がなくなってるからね。勝手に手札1枚にしてるのやるけど、まあ、とりあえずこれで、まあ、一応全部は出てくるんで、まあ、とりあえず2体を出しまして、で、ニビルケアでこの3回目の、召喚でキョムキョムプリン出していく。 OK で、お前特殊召喚できないからよろしくな。お前だけ特殊召喚できないからよろしく。キョムの統括者っていうモンスターがね、相手だけ特殊召喚しまるの本当に強いです。これ何回も言ってますけど、このチャンネルで、てかこのチャンネルでこのモンスター取り上げるの何回目だみたいな話ありますけど、わかんない、多分4回目ぐらいなんじゃん、盛らずに。普通に4回ぐらい同感にしてる記憶あるけど。なんか診断のパーツ来るたびキョム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 してるから、こいつキョム実況チャンネルじゃねえか、エンドフェイズ。まあ、とりあえずちょっと魔法カードでのまくりがね、ちょっとなんか怖いんで、キョムの統括者はなので、まあ、一応タイタイギャラクシーぐらい出して、まあ、とりあえずこれドヤ顔するっていう。かがり火、あ、どうぞ。 OK です。スネークはいいかレスキューですか知らんけど、どうぞ。まあちょっと反逆の財宝っていう最強カードがあるんですけど、あれで押し込まれるとちょっときついんで、まあ、そこだけケアして、まあ、あとはまあ
あの虚無にぶん殴ってくるみたいなもんあんまりないと思うけど、虚無にぶん殴ってこようとしたら、その対大ギャラクシーがなんか攻撃誘導するから、まあ、結構強いかなっていうね、いう感じですね。はい、まあ、虚無って、まあ、パキケみたいな、強いパキケみたいなもんなんで、まあ、パキケより全然強いけど、あ、これ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 なんですよね。これが一番のあの裏目なんで、まあ、これ無効にさせてもらって、これで ちなみに参戦って言われたら泣いちゃう。これで俺参戦って言われたらさすがに泣いちゃう。大丈夫かな俺。あ、危ねえ。なさそう。はい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 。レスキューかな、そんな癖あるの。レスキューかな、ちょっとわかんないな。ドロー、あ、ゴードン、なるほど、ゴードン。うーん、まあ一旦ちょっと出してから考えるかな。ケベンセヌフ出すで、イムセティ出す、はい、でゴードン打つ。さあ強欲で貪欲な壺の効果によって10枚除外して2枚ドロー。なるほど。ああ、ひつぎの効果ってもう使ってもあんまり意味ないよな。何も落とせないもの特に。脳死でバトルすればいいや。はい、ブラフでした。何これ、今のなんだよ、チェーン。あ、ポポですか。とりあえず脳死であのキョムキョムプリンをね、あ、ドヤ顔で出しといたら、まあ、大体のデッキ積むんで、よかったら皆さんも使ってみてください。はい、遊戯王って簡単ですね。かがり引き中、炎族環境すぎてあれだよな、炎王とかそろそろ、まあ、実装される可能性結構あると思うんですけど、もういい、お腹いっぱいってなってる方いらっしゃるんじゃないですかね。そろそろ炎族はもういいよと、思ってる方結構いらっしゃるんじゃないですかね。なんかおしじとマスターデュエルなんかほぼなんか同じような環境に、まあ今ちょっとねおにしじだとデモンスミスとかいろいろ来てるんだけど、なんかそのスネークアイとかレスキューエースとかなんか同じようなデッキ活躍してるのちょっとなあれだよな、ちょっとだけ環境変えてほしいみたいなのがあるんだよね。一応同じカードゲームではあるんだけどさ、まあ環境変わったらそれはそれで面白いのかなっていうふうに個人的には思ってるんですけど、まあ何やったって面白いとか別にいいんだけどね。まあとりあえず、これスネー、普通スネークアイっぽいな。スネークアイはね、拮抗勝負が無効化できないと言われてはいますんで、まあ集団入ってるね、バロネスが出てくる方だとちょっとあれなんだけど、まあ基本的には拮抗勝負通るもんだと思いますので、まあ拮抗勝負ぶち込んでから考えるっていうのが必殺の、動きができるかなとは思ってますけども、一応ね、ラバゴも一応入ってるんですけどね、拮抗勝負かラバゴかみたいな高校はもうほぼ誘発入れてないんで、この構築メタビみたいなデッキなんで、なんかラバゴと拮抗でまくって、で先行で引いた拮抗とかラバゴは手札コストにするっていう方針で、デッキ作ってますんで、なるほどね。うららはなさそうな気がするな。トレードインならうらら打つと思うんでね。ちょっとバトルフェーズ入っていい？バトル入りたいんだけどなんかある。ああ、なるほどね。はいはい。了解です。はい、マスカリナちゃんね。いよいよ。で、マスカリ出てきて、マスカリ効果使うのかな？ちょっとわかんないですけど、使います？拮抗持ってたとしても持ってなかったとしても、マジでスネークワイにはこれやりどくなんでね。いろいろ使ってくれるかもしれないけどね。参戦とか持ってるときは特になんか、拮抗勝負持ってるみたいな、動きすると結構いいですよ。アポロウサだる。アポロウサだるいな。ウサギだるいな。まあちょっとメインフェイス続けないわ。バトルフェイス入るわ、とりあえず。で、まあちょっと一回拮抗させようぜ、勝負を。一旦勝負拮抗させよう。まあね、ウーサ以外が吹き飛んでいくと。で、あとウーサをなんとかすればいいけど、イムセティ効果使ったらあかんのか、つまり。これ、つまり、まあ王の棺とりあえず発動しまして、で、まあ棺で、もうどうせモンスター効果なんか使ったって、アポロウーサにうるせえって黙れって言われるだけなんで、多分これでですね、モンスターを送ってモンスター出して、で開始スキドレパカッて開いてドヤ顔すればいいんじゃないかな。クソ脳死プレイするけど、いいクソ脳死プレイするわ。でこれでまあとりあえず全部ホルスモンスターは墓地に行ってるんで、これで全部、湧いてきて、多分 G ないっすね、これ多分打ってないってことは。はい、こんにちは。これどうするかだな。ケベンセヌフとかはいいんだけど、そのデュアムテフだけ打点がスキドリパカッて開いちゃうとゼロになっちゃうんだよね。
なんで、まあ、キョムキョムプリン出しに行った方がいい。まあ、しかも、これ攻撃力勝っての強ない。これキョムキョムプリン出しに行った方がいいわ。さすがに。ちょ、お前特殊とかすんな、もう。オッケー。これ、スキドレとは相性悪いですけどね。ちなみに、キョムキョムプリン君は。はい。まあ、こんな感じなんじゃない。これで、まあ、スキドレ開く前提で打点高いやつだけ残して、これタイタニケラクシー出したところでさ、アポロウーサで止められて意味ねえか。反逆の財宝とか言われるたあったとしても、結局はタイタニック止められるもんな、ウーサに。あんま意味ねえな。置いとくかも、これで。ドヤ顔でエンドしとこ。今日、頑張れ、キョムキョムキョムプリン。ちょっと、アポロウーサ君、2400では誰も抜けないから、それだけが頼りだな。正直。あとは、まあ、普通に無理。これ、スキドレ開くの、これ。ここで、まあ、ありだけどね、スキドレ開くのも、ここで。どうせ反逆持ってこられて、でも反逆使わせばいいかも。まあ、反逆の財宝ですよね。そうですよね。はい。まあ、虚無がしょられるということですね。そうなんだよな。これね、反逆の財宝っていうカード1枚で、簡単にその、ポプルス召喚からこの虚無がね、しょられちゃうっていうのは若干ね、痛手だよね。財宝がいなくもいいだろう。まあ、あとはちょっと、いい感じのところでパカるわ。いい感じのところでちょっと脳死パカることにするわ。さあ、ディアベルサーが爆誕して、これどういう動きしてくるんだろう。これアポロウーサーもうすでにいるときって、これディアベルサーってこれ何すんの。はい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 、ピットライトアーリーか。なるほど、ピットライトアーリー、これ何してんだ。これわからん。ピットライトアーリーが墓地を食いたいってこと。おお、なんかすげえボンサー減ってるぞ。あ、レイジングフェニックスか。なるほど、レイジングフェニックス。はい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 、了解しました。レイジングフェニックス出てきます。レイジングフェニックスは転生リンク、あ、転生リンクできます。で、転生リンクジーランティス。発動速攻だよね。発動できる。 OK、 黙れって言って。よし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 、相手なんかだいぶこねくり回した結果、なんかジーランティス一旦にスキルドレインぶち込まされて、なんか積んでるんじゃねえかこれ。さては、しかもあいつ炎属性じゃねえ。トガ姫が出てこねえ。破壊されても、トガ姫もレイジングフェニックスも出てこねえぞ。お、大丈夫か。おっと、分かり手じゃん。あれ、これ、やけくそでね、あの殴ってくる人いるんですけど、王の棺があると返り討ちできるんで、結構強いんですよね。まあ、クソ適当にモンスター出すか。ハーピー、ケベンセヌフ出して、はい。で、こうして、ケベンセルフじゃねえや、これ、あれ、あれか、イムセティか。あ、なんだこれ。うららか。あー、はいはいはい、いいよいいよ。うららね。オッケーオッケー、まあ問題ない。デュアムって、あ、うわー、なにこれ。当たる、当たる。俺のデュアムって除外された。まあ、デュアムってはもう、スキドレからと正直ほとんど仕事ないんですよね。ランク8するための要因でしかないんで、あいつね、攻撃力が他のホルスいるとなんかめっちゃ上がるみたいな方があるんですけど、スキドリからだと打点ゼロのバカなんで、ちょっと脳死でいきまーす。使わない。はい。で、はい。はい。つえ。アルティメットホルス、スキドリホルスビートつえ。マジで脳死。一生8出てくる、墓地から一生出てくるさ、レベル8いる状態でスキドレ開くの世界一強いでしょ、これ。世界一強いよ、これ、この動き。誰クシャというユニコーン、この盤面では一番強い。バトル、え、あ、それやっちゃうと、王の棺で。あ、あれ、君テキスト読める人間じゃなかったの。なんかさっきジーランティス殴んなかったよね。あれ、王の棺の方が忘れてた、すまん、強くて。かわいそうにね。ホルスってそもそもなんか意外と後手ギミックとしては後手まあまあなんか強いんですよね。なんか普通にその王の棺さえ通ったらなんですけど、あの8がなんかパン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 って出てくるんで、なんか
しかもなんかあるじゃないですか、他のモンスターがというか他のカードが自分以外の他のカードが墓地へ送られたりフィールドから離れてなんかいろいろしてくるじゃないですか。だからなんか後手もあんま強いんですよね、ホルス。まあ先手ももちろんねランク8とかリンクあるからそれはそれ強いし、まあ、今回の場合は虚無入ってるし、なかなかね、手札一発長くても意外と後手勝てます。はい、意外とですけどね、まあ、そんなんか めっちゃ勝てるわけじゃないけど、これはアルティメット親顔ムーブでいいかな。さあレスキューフェレット出てきちゃったよ。レスキューフェレットで宇宙稼がれるやつかな、これ何が起きるかな、ちょっとわからないけれども、コズモシーミューズ誰お前誰やねん、お前誰や、お前何する人、これ U は何しに日本へだよ、これマジでガチで誰やねん。サモンプリースト、フェニックスギアブレードじゃん、出た最強カード。プリーステスオーム、えやばい、なんかちょっと最強モンスター出ちゃった。プリーステスオームとかいう地獄出てきた。 SP リトルナイト、えプリーステスオーム効果、 SP リトルナイトリリースして800万、脳開発研究所、えちょっとわからえどういうこと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 、あそういうこと、やば、いったのに1000ライフを払って自分の文字のサイキック属を、これもしかして自分いけるテレフォンやんコスモ式テレフォンやん、これやば、コスモ式テレフォンやんけ、やばいぞ。シーミューズの効果で一生シーミューズが蘇生されて脳開発研究所でライフコストを踏み倒されてプリンセスオームでシーミューズが無限に反復横跳びしている、これは伝説のプリンセスシーミューズワンキル、脳開発シーミューズクソ強くてクソこれはあれじゃん、あの旧式テレホンってことでしょ、これ